西竜窟東道口西竜窟所在地西竜窟は、福岡県神田町山口の平尾台にある、小乳道の一つ。昭和37年、洞窟全体が、国の天然記念物に指定された。平尾台の北東の端にあたり、白山多賀神社から2キロメートルほど離れた、標高4 0 0ルのカルスト台地に存在する。上、中。 下三段の洞窟が繋がった構造で、それぞれ別々の入り口から入れるようになっており、全長は3キロメートルとされている。石灰岩の棚がテラス状に張り出すなど、内部の地形は複雑を極め、大きさは平尾台で200箇所ほど存在する、小乳洞の中で最大規模とされる。洞窟ホールは、広七山東岳寺の奥の院が設置されている。 また、以前修験道の修行場になっていた時期もあり、釈迦、文殊などの像が発掘されている。1976年には、ナウマン像の頭蓋骨化石が出土している。文化面では、洞窟内に昔住んでいたと言われる土雲を、慶光天皇が退治したという伝説がある。筑方明石残記には、土雲のみし岩屋の奥までも誰が映したる、仏なりけむと述べられている。 照明の設置などの観光化はされていないが、平尾台自然観察センターなどが、定期的に探検ツアーを開催している。ABCDE 新、建築風土記清流靴朝日新聞2012年4月13日、小乳堂で落石探検部の学生一時閉じ込められる、福岡朝日新聞デジタル2月23日23時47分、配信。 ありがとうございます。